リントの小話。はい、どうも、リントでーす。はい、今日は新企画です。まあ、といっても、まあ、リント日記とあんまり変わらないんだけどね。はい。で、こちらのリントの小話では、最近あったことをサクッとお話しする企画なんです。で、もう一つ、両生類の練習のための企画でもございます。両生類の女性っぽい声になりたくって、その練習のためにもこんな感じで小話していこうかなと思います。はい。なので、女性っぽい声になってきていたら、ぜひぜひ褒めてあげてください。はい。ということで、今回は初回ということで、先日ツイッターにも書かせていただいたこちらのお話です。はい。ピンク蛍光ペンとの死闘。はい。ということで、まあ、先日ね、ツイッターにも書いてたんですけれども、まあ、仕事中のことですね。仕事柄、胸ポケットにね、ペンを入れてるんですよ、胸ポケットに。で、まあ、物書いたりとかするんだけど、その時にピンクマーカー使ってて、全然気づかなかったんだけど、キャップ閉め忘れたまま、胸ポケットに閉まっちゃって、したらね、こうなったの。はい。ということで、もう、見てピンク色なので、胸にしたんだけどね。で、ちょっと飛び火して、なんかあの辺もなんかピンク色になったりとかしてて、でね、ちょっとチラッと確認したら、地肌もピンク色になってました。はい。で、仕事が終わって帰ってきて、もう速攻ワイドハイダー EX に、ジャボーって、そこの部分をね、ワイドハイダー EX をジャボーってそこにつけて、10分くらいつけてから洗濯をしました。で、一度の洗濯では落ちなくって、もう一回、ワイドハイダー EX をつけて、で、付け置きをして洗濯をしました。で、2回目はワイドハイター EX をもうこれでもかってくらい、もうぶっかけてやりました。はい。その結果、私は、このピンク蛍光ペン、勝ったのである。ね、もうデスノートの矢神ライドのごとく、もう勝利を確信。僕の勝ちだ。って気分でした。はい。というね、正直、どうでもいい話ではございますが、まあ、そんな感じです。じゃん、じゃん。はい。蓋はね、ちゃんと閉めようね。はい。ということで、このような感じのリントの小話。なんか、最後の締めがうまくいってないな。リントの小話でした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。